日本共産党の平良子です。本日は3人の参考人の皆様、貴重なご意見を本当にありがとうございます。それでは早速質問に移りたいと思います。まずは新型コロナ対策に関わって高橋参考人に、自治体の現場の実態についていくつか伺っていきたいかなと思います。一つ目は保健所についてです。冒頭のお話の中でも保健所の再編、広域化で大変弊害が出ているというお話もありました。これ全国で起きていることで、コロナ禍で保健所業務が逼迫していると。でその背景になるのは、先ほどお話しあった通り、90年代の地域保健法をいやもしくは司法分権改革の影響もあって、全国の保健所の数が90年代850箇所あったものが472箇所に、2019年には激減しているということがあると思うわけです。で東京の場合は71箇所あったものが31箇所で、特に多摩地域では先ほどお話しあった通り17箇所から5箇所ということで、地域格差も深刻化している問題だと思っております。この保健所の広域化の弊害について、先ほどは疫学調査が困難だというお話もありましたが、より具体的な実態もしあれば教えていただきたいのと、保健所の、再編の見直しが必要という話でしたが、とするとその、例えば稲城市に一つは保健所があった方がいいとか、あるべき姿について何かご意見があれば合わせて伺いたいと思います。お願いします。高橋参考人。まさに感染症の最前線で戦っていただくのは保健所でありましてですね、これがなければどうにもならないわけでありますけれども、保健所が再編して、縮小されてきた理由というのは、一つは、その法改正に基づいてということがあるわけであると思いますが、やはり疾病構造の変化、かつて感染症が一番、死亡要因の大半を占めていたところから、今は成人病といいましょうか、慢性疾患、がん、心筋梗塞、等々ですね、そういったことが死亡原因になって、いわゆる日本は先進国だから、こう感染症の危機からは、それを乗り越えてきたという、多少慢心があったんだろうと思いますけども、いざこういう新型コロナみたいな新規の感染症があると、それにいかに脆弱だったかということが今回分かったわけであります。そこでその疾病構造の変化に基づいて、そんなにこう感染症対策って重要なもんじゃないよねという中で、減らされてきたという側面もあるので、ぜひ、これはもう一度見直さなきゃいけないと。そして、各市に保健センターなるものを作ってですね、保健所の機能の一部をそういうふうに市町村に、これは分権なのかどうかということありますけれども、業務を下ろしながら順次保健所としては数も縮小、そして数が減っただけではなくて、中の体制、職員の人員体制であるとか部署の数も減ってきているわけでありますから、全体的に今一部を市町村に下ろすということでありますけれども、今回実際の弊害としては何があるかというと、情報共有ができないと。保健所はあくまで都道府県、東京都がやっているので、東京都で得た、いわゆる発生情報ですね、どこに住んでいる誰がコロナの陽性ですと、この行政検査をした、その情報を持っているわけですが、これが個人情報なので渡せないということであります。で、我々とすると保健所ではありませんので、そういった意味での仕事はしてませんけども、保健所がアップアップで、入院ももうできないと、自宅で療養しなきゃいけないというような方に、食料提供も都道府県ではこう滞っている。特に東京都は人口多いですから、その一人一人に食料を渡すことがなかなかできなくなっているというところで、やはり市町村に対して SOS が来るわけですね。ところが、どこの誰が陽性か、自宅療養しているかについては個人情報だから教えられないということですね。我々は助けたい、支援したいんだけども、その個人情報は渡せない、じゃあどうしたらいいんだということで、かなり東京都とは交渉して、限定的には今教えてもらっていることになりますが、やはり自前で保健所を持っている、政令市、特別区、これは同じ区ですから、当然どこの誰が陽性になったか全部知ってるわけなんで、それを情報共有しながらプッシュ型の支援ができているわけですね。ところが我々のところは、教えても、教えてくれないということで、結局一般公募っていうんですかね、ご自宅で療養している人で、食料がなくて困っている人があったら言ってきてくださいと。中には熱を出しても本当に電話もできないような方がいらっしゃるわけですから、それで、単独死などしたら誰が責任を取るのかということがあります。
ぜひともですからこの保健所が縮小されたというのは管轄が違うということで、情報共有ができないということも非常に大きな課題であると。じゃあどうしたらいいのかと、アフターコロナではぜひこの見直しをして元の数に戻してほしいというのは一つの大きな要望ですけど、これはなかなか難しいのは分かっています。むしろ今の方向性とするとですね、全市町村が保健所を持つというのはやはりこれは行政効率的にどうか、あるいは人、物、金の関係でできないということもあると思いますけれども、そういった意味では都道府県行政から市町村行政に下ろすとともに、単独でできるところは単独であり、単独でできないところは今現行法ではできませんけれども、一部事務組合で共同処理するような仕組み、これぜひ法的に考えていただければ、今我々のやっている南多摩保健所、なかなか人員増してくれって東京都に頼んでも増やしてくれないんですね。これが日の玉稲城が仮に一部事務組合で自分たちでできれば、そこへ応援職員を送ったり、一時的に増やしたりということはできるのではないかなと思います。そういった意味では再度保健所がどこにあるべきなのか、そして、緊急時にはどうやって人を体制を取ることがいいのか、これをゼロから、ご議論いただければありがたいなと思っています。平井佳子さん、大変貴重な実態ありがとうございます。情報共有さえされず、食料提供、食事の提供も大変困難になっているという事態、やはり広域化の問題大きいなということを改めて実感をいたしました。ありがとうございます。もう一点聞きたいのが、自治体病院、市民病院の在り方についてです。で、自治体の病院というのは、この感染症対策においてもコロナ病床を 大半引き受けるなど大きな役割を果たしていると思うわけですが、一方でこのコロナ禍で深刻な減収に陥っていて、このままでは倒れてしまうような深刻な実態もあると聞いています。で、稲城市の場合も市単独経費の市民病院があるということですが、高橋参考に2020年11月の市長コラムの中で、政府の措置では減収分の補填にさえ十分ではないと、さらなる財政支援が必要だということを述べられていらっしゃったかと思うんですが、現在政府はこの支援拡充ではなくて発熱外来の補助金とか診療報酬の加算は昨年中で打ち切ってしまっているという状態なわけです。ではなくて、やはりこの政府から自治体病院の支援も拡充していくべきじゃないかと思うわけですが、このあたりについて自治体病院への財政支援についてご意見をお聞かせいただければと思います。高橋参考人、そこのコラムを読んでいただきましてありがとうございました。その当時はまだ、そういった補助の、かさ上げとかそういった制度がない段階でですね、その段階では稲城市立病院、年間の赤字が30億円ぐらいになるんじゃないかと、病院が潰れるだけじゃなくて稲城市自体もちょっと倒産しちゃうんじゃないかなというぐらいの赤字幅を見込んだわけですが、その後さまざまなルートで、お願いをしましてですね、診療報酬の自体のベースもアップしてもらったり、あるいは数々の補助金について、かなり自由度の高い補助金をつけていただきまして、このコロナ対策の期間だけは乗り切ることができてですね、かなりこれは手厚くやっていただいたことは政府、国に対しては感謝を申し上げたいと思いますけれども、これやっぱり期限付きのものであるということですから、これでもう継続はない、延長はない、これきり何月いっぱいで打ち切りということではなくて、とりあえず今の財源措置の形はこれまでということは言われてますけども、当然まだコロナが続く限りは続けていただかなければいけないので、それは続くもんだと思っていますが、問題はこれは全部片付いた後に全部切ってしまって元の木阿弥だと、これはどうなのかなということですから、やっぱりアフターコロナへの対する医療提供の拡充、保健所の拡充もそうですけど、それをゼロベースでもう一回議論いただいてですね、どうしたら感染症が急拡大したときに医療提供体制を整えられるか、でそれをコロナ病床を作ったところが割り食って大赤字になっちゃうなんてことがないように、もともと制度設計上それをビルトインしておいてもらうということがこれから望まれるんじゃないかなと思っております。
平良子さん、はい、ありがとうございます。本当期限付きではなくてコロナある限りの補助は必要だし、まあ、アフターコロナの医療拡充が必要だというのは本当に大事だと思います。まあ、今国はね、逆にこの公立公的病院の削減統廃合など進めようとしていますが、そうではなくてやはりそういった公立病院も含めてきちんと医療を拡充していく、必要な医療を提供していく体制を整えるということが大事だなということをよく分かりました。ありがとうございます。それでは3人の参考人すべての皆さんに伺いたいと思うんです。現在新型コロナウイルス感染症の対応で、まあ、自治体の現場、まあ、先ほど来もありましたとおり大変苦労しているわけですが、まあ、その中でもやはり職員が減らされてきたことの弊害っていうのは大きく出ているのではないかと。まあ、例えば先ほどの保健所の業務逼迫への応援ということで図書館や博物館を休館してそこから人を応援させているっていう話も聞いたりもしているわけです。で土山参考人から役所の職員減らしすぎだと言っていいと最初にお話ありましたし、稲嗣参考人ではガバナンス2021年1月号の、記事の中で、まあ、自治体の人的リソース過去20年ほどで大きく減少傾向にあって、まあ、新型コロナウイルス感染症が自治体を襲ったっていうことを述べられているわけですけれども、まあ、このとりわけこのコロナ禍明らかになってきたこの自治体職員の減少による弊害について各参考にどうお考えかぜひご意見をそれぞれ伺いたいと思います。それでは順番でいい、じゃあ高橋参考人から、はい。まあ、これまでの長きにわたる行政改革の積み上げで相当市町村、私どもそうですが職員の人数は激減をしております。まあ、そうせざるを得なかったということがありますけれども、これは単に財源だけの問題ではなくてやはり総務省を中心とした国からの、まあ定員管理、まあ、厳しいご指導があってですね、これはどちらかというとその財政的な問題じゃなくてこの正規職員の頭数で実人数を減らしていけという厳しい減数指導があったもんですから、まあ、そういうことで減らしされてきた。まあ、結果的にはその代替するものは必要でありますから結局職員減らしたところでそれをアウトソーシングということで委託をし、まあ、結局人件費が減る分だけ物件費が上がっていくということで、仕事自体が減らない以上は絶対にそれを対応する職員は必要なんだろうと考えています。まあ、そういった意味ではそのいざという時、まあ、こういった感染症が起こったとかあるいは大規模災害もそうでありますけれども、まあ、頼りになるのはやっぱり公務員、超公務員であります。まあ、それ自体が実数で原因されてしまっているのでなかなか対応が難しい。今後はやはりこういう危機管理等を考えるともう本当の最低限のカツカツの人数でいいのかどうか、いざという時のバックアップを考えてもう少し業務として余裕を持った人数の配置が必要なんではないかなというふうに考えております。ですから脱行革、そのアフター行革の後の本来あるべき適正人員というのをもう一度考え直して、いきたいなというふうに考えています。夏野参考人、はい。1994年に約328万人いた地方公務員数はその25年後ですかね、2019年には274万人、54万人減少しています。まあ、特に集中改革プラン、これは05年から10年ですけれども23万人減少しています。しかしながらその中で警察とかあるいは消防の部門、これは安全安心に関わるものとして、職員数増えてますので一般の行政職員数が非常に大幅に減少しています。その中でこのコロナという、まあ、こういう感染症が拡大するということが、まあ、発生したわけであります。私はこの、274万人というところまで減らしたのは、まあ、自治体によっては減らしすぎたところが多いというふうに思っております。十分な、職員数を確保することがこれ財政的にできないとかさまざまな要因はありました。そして今稲城市長もおっしゃったように、アウトソーシングするあるいは、アルバイトを雇用する、非常勤職員を雇うということで、まあ、こなしてきましたが、この非常勤職員すら昨年の会計年度任用職員制度への転換により人件費カウントにされるようになったということであります。なので、なかなかですね、自治体にとっては非常に苦しい選択を今迫られているというふうに思います。
先ほど稲城市長もおっしゃったように、まあ、総務省の方で定員管理のアカウントがあるわけですけれども、諸外国見るとなかなかそういうことはやっているところは少ない、むしろ総人件費としてカウントし、それについて財政的な支援とか何とかするというところが多ございます。定員管理を国の方でやっている、まあ、やっているわけではないですが、事実上それをまあかなり見ているというところは諸外国を比べると非常に珍しいので、そのこと自体もですね、場合によっては今後見直す必要があるのかなというふうにも思いました。ありがとうございました。土山参考人。はい、ありがとうございます。どのような状況が起こっているかということについては、すでにお話しさせていただいたことにもありますけれども、それでは一方でどのぐらいが適正規模なのかという議論もですね、それではその減らしすぎたは減らしすぎたという前提が共有されたとしても、それではどのように適正規模に持っていくのかということには議論が必要です。今、お二方のですね、参考人からお話があったように、減らし定員管理も含めて、国の号令も含めて減らしてきた結果ですね、いびつな形で減っているところがある、年齢の偏差があったり、例えば能力的にもですね、例えば今求められている行政丁寧な市民対応とか他の、多様な政策主体との連携ができるという人が育ってきているかといえば、そこにもやっぱり疑問がある。そうすると人事業から見た時の適正規模というのがどれぐらいか、また自治体に求められる、その自治体に求められる役割を果たすような、どういうその人材戦略が必要か、例えばその人材育成の計画もありますけれども、それがなかなか十分に単に書かれただけ、ものによっては県レベルのモデルの引き写しになっているところもあります。そうした、人事管理とですね、労務管理と人事管理がセットになるわけですね。そうした中でどれぐらいが我が町の適正規模なのかということをですね、考えることから始めなければいけないというふうに思いますし、しかしこれまでですね、その国の号令の話もありましたが、90年代頃のですね、公務員バッシングもあったわけですね。そうするとその市民の理解を得るということも必要になってきています。そうした、適正規模というのはどれぐらいなのか、またそれに対してですね、市民また多くの理解を得ることが必要。そうした理解、実はもう自治体の職員っていうのはひょっとしたら国の職員もさんもそうですけれども、足りないんだよねということの前提をですね、メッセージとして発するのは、それはやはり自治体の役目でもあり、国の役目でもあるのかなというふうに思っております。ありがとうございます。大変貴重なご意見ありがとうございました。終わります。